この人は EU 初の極右政党出身の国家元首になれるでしょうかノルベルト・ホーファー氏はオーストリアの大統領選に出馬しています対立候補たちはホーファー氏を人種差別主義者反ムスリム外人嫌いと呼びます本人は否定しています私は極右主義じゃない中道右派とも言うべきかな 国民はそんなに怖がっていないと思います本当に私を数ヶ月間見てきているのでホーファー氏はオーストリアで EU 離脱について国民投票をしたいと言いますプレグジットの後に EU の中央集権化が進むのであれば対立候補の緑の党元党首アレクサンデル・ファンデア・ベレン氏を含め多くのオーストリア人が心配していますでもホーファー氏は当選できると楽観的です 全国を優勢していて感じることですみんなとても親しげに治安や仕事失業経済について話してくれますそこには大きな期待があるんです